ムチャブルホスでございます。うわー、いたねー。ってことはもうここはアレビエントデーだよね。これ走っていきたくなる。地面透けてんだよな。えっ、もう I know where the cliff is. What's this? いやー、これ絶対例のあれが出てくるじゃん。怖っ。わかんない。え、怖っ。もうホラーじゃん。え、ちょっと待って、勘弁してよ。よし、ちょっ。いや、こん、調べる。友達になろう。お前かよ。お前がボスなのか。ちょっと待って、マジで嫌なんだけど。猿が出てくる。すごい、なんか空間が歪んでる。あ、違うの。ここのあの、ドナじゃなくて、レッツプレイ、なんとかベネビエンド。早くおいでよ。I swear I've seen these monkeys before, but 子供の時のやつですね。早くおいでよ。いや、行きたくねえ。ぜひ拒否させていただきたい。マジっすか。うおー、こんな気分。うわぁ、写真入れなくても勝手に開いてくれる、ちょっと優しい親切設計。このろうそくがほんとやだよね。うわぁ、ちょっとこれあまりにも恐怖すぎて、絶叫、待ったなしだと思う。ちょっとセーブできるところがある。これ、あと短くてもいいから、ほんとに。What's wrong? え、どういうこと?邪魔が入ってる。他おかしい。Okay. え、ちょっと待って、ローズの目がもうマジでいっちゃってんだけど。え、何今の一瞬。え、What? Something seems different. Welcome, Rose. Welcome, Rose.Okay, this is weird. ようこそ、ロー。錆びついていて開かない。もうすでにこの時点で恐ろしすぎる。調べる ?1 月5日、今日から小学校に通うことになった。ずっと行きたかったの。クリスにお礼を言わなきゃ。テレビや本で読んだ通り、私と同じ年の子がいっぱいいた。挨拶するのは少し緊張したけど、それよりずっとワクワクしたよ。お友達がたくさんできるといいな。明日は私から話しかけてみよう。1月8日、勇気を出して何人も話しかけたけど、誰も一人もちゃんと返事してくれなかった。勉強はとっても簡単だった。全部ママとやったことばかり。だけど、すぐに答えを言っちゃダメみたい。後ろの席の子が私の目の口を言ってた。すごく困ったり、緊張したりすると、手から白い汗が出ちゃう。今日はそれがとってもひどかった。2月10日、汚れたハンカチをずっと持ってるのは良くないって先生に注意された。男子にローズは汚いって言われた。毎日お風呂入ってるし、服もハンカチもちゃんと洗濯してるのに、手から白い汗が出たら、ハンカチで拭くけど、止まらないときはずっと持ってるしかない。この汗で他の人を病気にしたりはしませんって、クリスに言ってもらったのにな。4月4日、初めて話しかけられた。同じクラスのルーシーが、本当はずっとお友達になりたかったの、だって。明日からランチを一緒に食べる約束もした。嘘でしょ?夢みたい。ルーシーの友達のキャサリンとも仲良くなれるといいな。This is...もうこれ恐怖待ち受け、マジですか。待って、これ本当に怖いんだけど。調べ、 Why is there a picture of me? 私の絵があるわけ。 Let's play Rose。 ちょっと待って、サルモンキーがおる。お?
ちは、あ、行けなくなってるね。よし、開ける。閉める。開ける、閉める。おお、びっくりした。サルモンキー、パオルナ。あと、こっちも行け、ない。え？特に、できることも、ない。で、これを調べると、どうなる？今は取れそう、もない。あHey, my stuff! なくなったし。待ってよ、これ。うわぁ。うわぁ。この子助けたら。中に何か入っているようだ。中に何か入っているようだ。いける入れない。特に拾えるアイテムもない。あーはーはー、なるほど。ちょっとね、進みたいところなんだけど、本当に申し訳ない、ちょっと都合が悪くなってしまった。猿の場所が移動してる。あ、はいはいはい、ごめんなさい。ちょっと待ってね。ごめんなさい。ちょっと、収録の都合がちょっと悪くなってしまったので、ちょっと次回パートで一気にまとめて進めたいと思います。なので、さっきセーブポイントがあったと思うから、そこで一旦セーブして終わりにしたいと思います。ごめんなさいね。ちょっと次回パートでまとめてやりたいと思いますんで、お楽しみください。ということで、一旦、ごめんなさい。短いパートになっちゃって恐縮なんですが、この辺りで。ではまた次回お会いしましょう。あれ、ちょっと待って、白いソーセージもなくなってるやん。全くねえ。あ、全くねえ。はぁ。次回、恐怖パート、絶叫必須。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。